森本木明、森本木明、森本、一人、1981年1月31日体、は、東京都荒川区出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、宇藤右打、野球解説者。マネジメント契約先は、経営コンサルティング会社の CK プラット、日本経営教育研究者。小学生の時、反発性円形脱毛症にかかり、 髪の毛が抜けてしまう。その時サッカーをやっていたが、頭のことで目立ち、いじめられ、野球に転校したという。帝京高校では3年生の時に、首相、遊撃手として、第80回全国高等学校野球選手権大会に出場。3回戦の浜田高校戦で、8回表に和田武氏から、バックスクリーンへの同点本塁打を放つも敗退。 高校通算34本塁打。1998年度ドラフト会議にて、日本ハムファイターズから4位指名を受けて入団。当初は内野手、三類手だった。上田理事監督最終年は、高卒新人として一軍昇格できなかった。2年目の2レギュラーシーズン初出場を果たし、大島康則新監督の期待に応え初本塁打を記録。主に守備。 大層要員で起用される。監督に就任したトレイ・ヒルマンに、バーニー・ウィリアムスの再来と評され、1番、中堅守で、初めて開幕スタメン起用される。4月だけで4本塁打を打つが、その後は打撃が伸び悩み、阪神タイガースから移籍してきた、坪井智也にポジションを奪われ、守備、大層要員にとどまった。2は、打撃が向上し、 初の100試合出場で打率、264、7本塁打を記録した。は、開幕スタメンのつぼいの離脱などもあり、4月下旬頃から1番、左翼手に定着し、自身初の規定打席に到達し、本塁打、打率ともに自身過去最高を記録。パシフィックリーグ最多得点を記録し、ゴールデングラブ賞を初受賞した。7月、オールスターゲームに初出場して、 第2戦で本当に成功した2004年の同僚、新庄、新庄強史以来史上3人。10月、日本シリーズに初出場して、当シリーズ最高打率を記録し、優秀選手賞を受賞した。前年限りで引退した新庄の意向で、同選手が着用していた背番号1を継承し、主に新庄がついていた、中堅守に定着。シーズン終盤まで、 片岡駅市、西武ライオンズと東塁王のタイトルを争うなど、川片岡が獲得、不動の一番打者として、全イニング出場を果たし、2年連続のリーグ最多得点と初の打率3割を記録。24試合連続安打は、リーグ歴代6位、対、球団では、大下博志と並び最多対記録。右打者であるが、内野安打の数も、稲葉敦式に次ぐ、リーグ2位を記録。 最多得票でゴールデングラブ賞と初のベストナインを受賞。補殺数は両リオリーグ1位の15個を記録した。5月25日の読売ジャイアンツ戦で西村健太郎から支給を受けて左手小指を骨折、全治5週間。2006年から続いていた全イニング出場も途絶えた。後半戦は怪我の影響から不審にあえぎ、自身最低の打撃成績となった。 三年連続となるゴールデングラブ賞を受賞。なお、この年の5月頃に、新庄の経営で、アスリートのマネジメント等を業務とする、指揮会社、レハサフと、マネジメント契約を締結し、一定期間契約していた。は、糸井義夫に、中堅賞を奪われ、左翼手としての出場が多くなり、スタメン落ちも増え出場機会が激減。同年5月、 出場登録日数が8年に達し、国内移籍が可能となる FA 権を取得。オールスター戦明けには出場機会も増えていたが、8月6日の西武戦で、ジョン・ワズ・ィンから支給を受け、左手小指を骨折。107試合に出場したが、規定打席に到達せず、打率も247に終わった。田中健介が1番に定着して2番に回り、 リーグ最多の43ギダを記録し、成功率10割を誇ったが、巨人と対戦した日本シリーズでは何度もバント失敗を繰り返し、に閉殺と不審だった。この年は f a 権を行使せず残留し、記者会見でどんな条件を出されても残留するつもりだった。他チームでプレーする理由が全くないと語った。7月14日の西武戦の初回、ギダを試みた際に、 野上両りょくから支給を受けた場、右手薬指を骨折し、翌日に登録を抹消された。これで3年続けて支給により骨折したが、それでも2年連続リーグ最多の55ギラを記録し、打率も272と持ち直した。同年オフに FA 権を行使し、横浜ベスターズへ移籍。12月11日に正式契約。同日に、 横浜中華街の真ソ素で入団会見が行われた。背番号は後に決定。6番、中堅守で開幕ストメン出場。5月1日に返答1 0のため登録を抹消された。その後復帰したが、7月6日の広島東洋カープ戦で自打球を当て左足を負傷。左足肩骨筋遺骨座傷と診断され8日に再び登録を抹消され、 一軍復帰は10月となった。復帰後も若手主体で起用する監督の方針もあり、スタメン出場は限られ、成績面でも結果を残せなかった。2年連続で開幕スタメンとなるが、アレックス・ラミレスの加入、荒波、ショーの台頭もあり、5月以降は、スタメン機会が減少。代打、ダイソー、守備固めでの途中起用が多くなった。 最終的には108試合に出場し、スーパーサブとしてチームを支えた。9月に左手有効骨を骨折し、28日に登録抹消されシーズンを終える。は、シーズンのほとんどが2組でのプレイとなり、10月4日に球団から戦力外通告を受けた。シーズン最終戦の10月8日の対、阪神タイガース戦、横浜スタジアムで2番、右翼手で、 先発出場し、2打数無安打で四回の守備から退いた。その後埼玉西武ライオンズの周期キャンプにテスト生として参加し、2013年11月19日に同級団への入団内定が発表され、12月4日に正式に契約したことが発表された。背番号は0。開幕一軍入りし、 3月29日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で遺跡後初出場。開幕前の周期キャンプで一塁種の練習をしており、実際4月12日の対日本ハム戦で一塁種として出場した。一軍の試合で一塁の守備についたのはプロ初である。最終的に一塁種としての出場機会が外野種としてのそれを上回った。同年は99試合に出場し、打率は 252と一定の成績は残した。もっかい幕1軍入りは果たしたが11試合で11、打数無安打と結果を残せずに軍落ちとなり、このシーズンをお限りに現役引退を決断、9月21日に会見を行った。9月27日に引退試合、大楽天、西部プリンスドームが行われ、8回表の守備から7番、右翼手として途中出場する。 5から1と西部がリードしていたため最後の攻撃となる可能性が高かった8回裏は1打者から始まり7番の森本まで回るには4人が出塁しなければならなかったがベンチで起こったヒチョリーさんに回せの合言葉の元打線が繋がり2市で打席が回る涙を流しながら入った現役最終打席は3塁頃であったセレモニーで流された ビデオメッセージには同僚に加え、日本ハム時代の元同僚、新庄剛、稲葉敦敷もコメントを寄せており、その後グラウンドへ現れた稲葉からも花束を送られる。スピーチでは打席を回してくれたチームメイトへ、涙ながらに感謝の意を表す。11月27日付で、日本野球機構、NPB から、任意引退選手として講示された。経営学を学ぶ目的で、 引退以降の活動のマネジメント契約先は、経営コンサルティング会社の CK プラット、日本経営教育研究所となった。2016年1月からは、日本ハム時代のチームメイト、金村暁の公認扱いで、みんなのテレビ、北海道文化放送の月曜コメンテーターとなった。さらに同年のプロ野球シーズンからは、同局に加えて、 STV ラジオ北海道テレビ放送、北海道放送、CBC ラジオテレビ東京、BS ジャパンテレビ北海道、TVQ 九州放送、テレビ神奈川、文化層、ゲストがおらスポナビライブ、DNA 戦の野球解説者としての活動も始めた。また同年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、 日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。ヒチョリという名前は、キアキラの韓国語での発音、ヒチョルから取って、父が命名したキアキラという名に決めた理由は不明。プロ入り当時、一部の選手名鑑には、ヒチョリでなく、ヒロより、ヒチよりと誤った振り仮名を振っているものや、 ヒアキラをヒアキラと誤植しているものがあった。初等教育は韓国学校で本人も在日としての民族意識は強かったですと話している。プロ入り後の2007年11月に日本へ帰化している。小学生の時、反発性円形脱毛症にかかった。これは髪の毛などの体毛すべてが突然抜け落ちて生えなくなってしまう病気で、 現在はほぼ克服しているが、当時の苦労を忘れないように、同じ病気で苦しむ人に勇気を与えるためにと、毎日自分でカミソリを当てて、スキンヘッドにし続けている。中学生までは、サッカーもやっていて、中学生時代に、東京ベルディの入団テストを受験したことがある。自身のイメージカラーを、日本ハム時代は、緑、横浜への移籍後は木に定め、 リストバンド等の色に用いている。横浜移籍時に木へ変更した理由はチームの青いユニフォームに映える色にした角か,からという。サバ、特に塩焼きが嫌い。これは高校時代監督からもっと体力をつけろと食事を増やされ食べ過ぎによる嘔吐を起こした時の食べ物がサバの塩焼きだったというトラウマによるもの。日本ハム時代の先輩の新庄強志と 指定関係を築いている。2004年からの新庄の日本ハム入団が決まった頃、森本はコーチ等の指導にもあまり耳を傾けておらず、伸び悩んでいた。森本は同ポジションのスター選手が入団することに対し、なんで新庄来るんだよと思っていたが、新庄から打撃や守備を毎日根気強く教わり、初めて自分のためを持って行ってくれている感じで、主体出したと語る。 新城は日本ハム時代の3年間を札幌市内のホテルのスイートルームで暮らしていたが森本もそこに同居しているに近い状態であった新城の現役最終出場となる2006年の日本シリーズ第5戦で日本一を決めるレフトフライのウィニングボールを掴んだ森本はマウンド方向へではなく打球を追ってきている中堅守新庄の方へ向か走り出し両者は 左中間で抱擁し合った。その試合後に、新城は、背番号1を、ょりにつけてもらいたいと発言し、翌年より、1を受け継いだ。出身の帝京高校野球部の先輩であるトンネルズ、石橋孝明と交友があり、正月特番、夢対決、トンネルズのスポーツ王は俺だ。スペシャル、テレビ朝日系に、チーム石橋の一員として2007年、 2009年から2011年と続けて出演している。2007年はチームパラダイス、新城、森本、川崎宗則として石橋と対戦し、2009年からは石橋とチームを組んでいた。2012年に前年の本業の打率が187と不調であったためチーム石橋を戦力外通告されていたが、 2014年にはチーム提供高校として出演している。実家は東京都荒川区西日暮里の焼肉店、エリハナ。野球ファンも多く集まる人気店だったが、建物の老朽化と両親の体力的な問題のため、2013年10月、限りで閉店している。2012年3月8日にモデルのユーミと結婚。 2014年7月26日に第一子となる女ジ,ジが誕生。日本ハムでは広瀬哲郎から始まった今や伝統的ともなった選手によるパフォーマンスは、その後は岩本勤に受け継がれ、その後2004年に日本ハムに移籍した新城強が新城劇場としてさらそれを発展させて継承し、新城の引退後は森本がそれを受け継いだ。 森本も過去の3選手の例と同様に、球場で観戦するファンへのサービスの一環として、それに協力する他の選手も交えて様々なパフォーマンスを披露している。また、2シーズン以上を通じて新庄が本類打字の談話にて、独特の打法名をつけていたのを習い、ホームラン。敵時打の場合は、ヒッツとつけている。これらのパフォーマンスは、劇団一人になぞらえ、 劇団飛距離と呼ばれることもあった。外野守備では、日本ハム時代に、左翼手として、中堅、新女、右翼、稲葉、敦之との外野人を2005年に十数試合、新女の現役最終2006年には1年を通して、形成し、3人揃って2006年度、ゴールデングラブ賞を受賞した、同一チーム選手での同賞の外野守部門独占は、阪急ブレーブス以来、 史上2回目、中堅の新女とは、左中間への深い打球を補給体制が悪い時は、相手に、トストスを受けた方が補い札を狙う、という連携を時折言ったが、肩は強くなかったと自認している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。